皆様こんにちは。国体の本技を学ぶの時間です。本日も解説してくださるのは小薙善光先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、前回は日本書紀についての解説を読ませていただいたんですが、今日はその続きを読んでいきたいと思います。はい、では読み始めからいきますね。アマテラス大御神は火の神、または大昼目の無知とも申し上げ、光麗しくして雨土のうちに照り通らせりとあるごとく、その御逸は広大無辺であって、万物を皆苦せられる。すなわちアマテラス大御神は高間ヶ原の神々をはじめ、二尊の生ませられた国土を愛護し、軍品を武育し、生成発展せしめたもうのである。はい、ありがとうございます。前回に引き続き日本書紀による記述を解説している部分ですね。で、前回イザナギの狼とイザナギの御事とイザナミの御事が共に計りてで、アマテラス大神様をお産みになれたんですよ、というふうなことが、まあ、前回のお話でした。はい、で、今回はそれをそのまま受けていて、アマテラス大神様は火の神、つまり太陽の女神で、太陽の神様であり、で、大昼目の無知、大いなる火の御子であるというふうにも、お名前もついてますよ。で、光麗しく雨土のうちに光通らせりとあるがごとく、その御逸、御意向ですね。御意向は広大無辺の御意向、ね、そして万物を飼育、万物をすべて育てられていく。最初は小さな双葉の咲いた芽かもしれないけども、これが大きく育つ大木になっていくといったふうな形で、要するに人の全てのものは形が変わっていく。人間も生まれたばっかの時には赤ちゃんで「おんにゃおんにゃ」とかでやってますけども、まあ、年を取るとこういうね、おっさんになっちゃうというねそういうふうなことにどんどん変わっていくわけです。で、まあ、これはだから3次元ではなくて3次元プラス時間軸の中で物事が大きく変わっていくということがここで説明されているわけなんですけれども、すなわちそれらアマテラス大神様は高間原の神々をはじめ、二尊、つまりイザナギの御事とイザナミの御事、この大御になられた国土を、ね、愛し、そしてお守りされ、で、さまざまな品物を育て、もう撫でるようにして育てられ、ブイク、生成発生せしめと思うのであるというふうにつながっていきます。この軍品というのは、いろいろな、こう、なんでしょう、植物だとか、そう、品物、水だとか、そういうことなんでしょうか。はい、水も土も、それから土で作る土器のようなものね、はい、陶器のようなもの、陶磁器といいますけれども、磁器のようなもの、プラスチック製品もそう、化学製品も全部そう、こういう衣類も全部そう、はい、それらがちゃんとできるように整えてくださっている。これ考え方として、人間が作ったものって実は何もないんだよっていうのが、この日本書紀を通底する考え方になります。だって現実、例えばここに今パソコンがありますけれども、はい、このパソコン、これ人間が作ったんだ、間違いないじゃないだろうって思うかも分かりませんけど、そもそもこの材料になってるもの、これ誰が作ったんですかと。確かに、もともとこの地球にあったものですもんね。そう、つまり我々は神様が作ってくださったもの、もともと地球にあったもの、いろいろとこう形を変えて、で、それをより生活に便利なように使わせていただいてる、はい、全部借り物なんですよね。で、そういう考え方なんです。はい、今のお話を聞いて思ったんですが、はい、前に昭和7年に書かれた河合水明の詩人の詩がありまして、はい、ゆずりがっていう詩があるんです。はい、ゆずりが、はい、でその詩の中で子供たちよって言って子供たちに呼びかけて、でお前たちのお父さんお母さんはいろいろなものを作るけれども、はい、何一つ持っていかないで、そして亡くなっていってしまって、うん、全部お前たちに譲るんですっていうことを書いてあって、はい、それを見た時に、あ、人間っていうのはいろいろなものをこう作ったりするけれども、結局それは神様からお借りして、そしてあとはもう返していく、はい、そしてもう体一つで死んでいくんだなっていうようなことを、うん、思ったことがあるんですけど、まさに今先生がお話してくださったことも、そうしたものは全部お借りしているものなのかなっていうふうに思いました。だから全部置いて向こうの世界に行くと。生まれた時も丸裸、死んでいく時も丸裸で、その間いろんなものを、ね、使わせていただいている。そこに何を使わせていただいているかといえば、神様がお作りになられたものを使わせていただいている。そこに感謝の気持ちを持たなくて一体どうするんだというのが元々の日本人の考え方であるということなんですね。
だから俺がもう今だけ体だけ自分だけという現在の世界に広がっている考え方とは全く真逆の非常に高度な高い知性と文化がここにあるということが言えると思います。それとね、天照大神様のことを記述するのに、はい、なぜ日本書紀があえてこの後ろ、ね、その三つは広大無辺であって万物云々かぬというこういうことを書いているのか。で、これ実はここで一番大切なポイントが一つあるんです。この今日のところの文章、これは実は前回の講義とくっつけて、もうくっつけて一緒にやってしまってもよかった部分なんですけども、あえて切り離してもらいました。なぜかというと、ここものすごく大事なところになるからです。この文章の中に天照大神様ご自身が贅沢をするために必要なことって何か一つでも書いてあるでしょうか。皆さんいかがでしょう。天照大神様が自分の利益になること、自分が贅沢をすること、自分のためになること、この中に一つでも書いてあるでしょうか。何にも書いてないんです。全部万物のため、全部今生きている人たちのため。そうですね。特にこの戒育っていう言葉、万物を戒育せられると、はいはい、あと軍品を武育しという、そうです。戒育と武育というのはそれぞれどういうことなんでしょうか。はい、戒育っていうのは、科学の科っていうのは化けるっていうのね、はい、育て化ける育てながら変わっていく、形が変わっていく。植物ですが動物全てそうですけども、生まれた時の姿と成長してからの姿は違うし、で晩年の姿もまた違ってくる。で、生まれた時には少しあった、ね、成長するに従ってしっかり髪の毛が生えた、ね、年を取ったらなくなったっていうねそういうふうに時間の経過とともに変わってきますよっていうのが戒育になります。で、武育っていうのは、武っていうのはこう撫でるんです。撫でながら育てる。いい子ね、いい子ね、かわいいね、もうしっかりね、ありがとうねと言いながら、もう本当にもう抱きしめるように、抱きかかえるようにして、撫でるようにして、そして育ててくださっている。そうなんですか。はい、そうすると万物すべてのものを戒育してくださったり、武育してくださってるってことは、私たち人間はもっと可愛がられてるってことですよね。そこに感謝はないのっていうのが、やっぱ大事なポイントになるというふうに思います。はい、最も光麗しく、ね、雨四方八方と天地、その全てを照り通す温かな光を与えてくださっている天照大神様が、ね、あらゆるものをこう大切に育んでくださっている。で、その中に自分の命もある。大切なことは、自分が贅沢をするためにもういろいろね、操作しながらひたすら金儲けして、お、今日は1枚2枚3枚儲かったぜとやるのが、これが大事なことなのか、そうじゃなくてみんなと共にということが大事なのかということになります。これね、実は仏教の用語にもあるんです。はい、仏教用語ではこれ生姜と大河って言います。生姜っていうのは、自分が腹減った だから飯を食う、これ生姜です。自分のことだけを考えてる。大河っていうのは大きな欲です。だ欲を否定するんじゃないんです。欲を持ってていいよって言うんです、ね、欲を持ってて構わない。例えばお腹が空きました、だ腹減った、でそこでグラム3万円の高級牛肉を買ってきて、ね、暗い部屋の中で一人でじゅーっと焼きながらこうね、タレをつけて食った、うめえなあ、うめえなあと言って食った。いや、最初のね、一口二口はうめえと思うかも分かんないけども、一人でね、そんなもん食ったって嫌になりますよいくらお腹が空いてると言っても、腹減ってる間はね、もうとにかくむしゃむしゃ食っちゃうかも分かんないけど、ある程度お腹がくしくなってくると、なんで俺一人でこんなうまい肉を一人で食ってんだろうな、こんにちはって思うのが、これ人間なんです、ね、でも自分が腹減ったんだったら周りのみんなも腹減ってるわけでしょ。みんな同じなんだから。だから、ね、おい、腹減ってきたな、おい、みんなどうだ、腹減ってないか、いや、もう、お姉さん、腹減りましたよ、こうか、よし、じゃあ、みんなで飯食いに行こうよ、と言って、みんなで、ね、グラム3万円の牛肉じゃなくて、みんなでね、吉野家の牛丼に行きましたと、
ね、大して肉、まあ、大した肉じゃないって言ったら吉永さんに怒られちゃうかも分かんないけども、まあ、そこでみんなで牛丼食いましたね。決して高いお肉じゃないかもしれない、決して高い食じゃないかも分かんない、でもみんなで「おいどうだうめえか、お前何食ってんだ、え特盛り、いやすげえなお前よくそんなもの食えるな、あらマルコちゃん君このえらい少ないけど小盛りかい、小盛りかい、だったら中盛り取って肉半分俺に分けてくれよ」でそれってバカ言い合いながら和気あいあいとワイワイガヤガヤと食べたいですね。そしたら大したことないような牛丼だってうまいじゃないですか。美味しいですよね。うん、で それが要するにその大河なんです。なんかこのそういう牛丼をみんなで食べた後に、例えば自分が1年後、はい、暗い部屋の中で高い肉をこう食べた時に、あの時みんなでワイワイガヤガヤ食べたあのお肉が美味しかったなって思いながら、こう高級肉を一人で食べそうって思い出しながらそれもあるかもしれないですね。でそうやって自分だけのことではなくて、みんなの幸せ、みんなと共に幸せ を築いていくということを仏教の用語では菩薩と言います。はい、市場を救済するとか言いますけど、救済するっていうのは要するに自分が辛いこと、これやっぱりみんなも辛い、自分が楽しいことはみんなも楽しい、だからみんなと一緒にその いれば辛いことはもうみんなで共有できるし、喜びもみんなと共有することができる、それが要するに菩薩界の修行であると、これがまさに大河であるというのが、これが仏教の考え方なんだそうです。まああまりいや小柳さん仏教の用はもっと深いところがあるよって あまり追求されると困っちゃうと思うんですけど、僕は専門家じゃないですからね、別にお坊さんの真似してるわけではないんですけども、まあ、仏教の教えっていうのは、まあ、そういうふうなものがあるということを昔教わったことがあります。まあ、そういうものに対して、そういうその本当に多くの人々たちの笑顔の中に自分がある、なぜならば全ては天照大神様、神々が全部作ってくださったものだ、全部神様が提供してくれたものだと、それをみんなで今日一緒になってね、それを使わせていただいてる。で一方神様の方はどうなんだ、いや神様がね、俺の贅沢のためにお前たちの持ってるものを見ないでほせってやられちゃったら構わないですよ全部持ってかれちゃうじゃないですか、うん、例えば好きな彼女ができましたね、もうあの子のこと僕は愛してるんですと、もう何としても結婚したいんですって思っていたら、思ってね、神様のところ行って、もうぜひあの子と結ばせてください、お願いしますと言ってお願いした。神様がそれ聞いて、どれどれどんな子だ、ほっなかなかいい子じゃないか、よしじゃあ俺の彼女しようって神様が連れてったら、最初に願った僕どうなるのって話になっちゃうでしょ。神様が本気になって自分の贅沢ばかりを考えるようになったら、とてもじゃないけど人間太刀打ちできないですよ、ね、親が生まれたばっかりの、ね、赤ちゃんのミルクを、あ、美味しそうだからで全部飲んじゃうとか、赤ちゃんは何もできないですよね、奪い返すことも。そう、子供が生まれてね、お母さんが一生懸命母乳あげようと思ってね、赤ちゃん抱っこしていい子いい子ってやったら、旦那がね、俺に汚せって言った、子供死んでしまいますから。だから本当にね、まあ、そういう意味でまさに天照大神様、ね、万物に等しくみんなに平等に、これも仏教用で言うと内心崩壊平等利益と言いますよね、はい、というふうに言うんだそうです、はい、あまりご専門ではないんで、お手柔らかにご覧いただきたいんですけれどもそういうものだということです。でそういうことを本当にね、この短い文章の中で天照大神様ご自身が自分の贅沢のためにってこと何一つない、全部みんなのため、全部人間のため、全部あなた方のため、全部俺たちのためにやってくださってる。まさにその姿って天皇陛下のお姿に重なるなって。そこが一番大事なところですよね、はい、前にその昭和天皇の、はい、侍従を務められた中村先生とおっしゃる方が著書に書いてらっしゃったんですけれども、はい、陛下が吹上御所の中をいろいろ見て回られて、その植物はちゃんと咲いているかどうかとか、その池の中に残っ
で一匹だけ残ってしまった一羽だけ残ってしまったオナガガモの子供を見て、うん、あこの冬は越せるだろうかっていうふうに心配していらっしゃったりですとかそうした様子を見て回られたことがあの中村侍従の日記に書いてあるんですけれどもそれを読むとあ陛下はこうして吹上御所の中のもう万物を見て心配しておられるんだろうなって思った時にそういったお気持ちで私たち国民のことも歴代の天皇陛下は思ってくださったんだなと思うとありがたいなって思いましたですよ、ね、それをシラスと言いますねシラスっていうのは古い言葉でシラスですけども現代用語に置き換えたらお尻になりなさいですね。全てを知っていく広い皇居の中の小さな池その中にいた一匹のね生き物それが果たして大丈夫かどうかということを ちゃんと知る国民の中に起こっている出来事を全部知っていくそれがそうやって知ることによって何が一番大切なことなのかということをずっと神々に祈られている祈りの存在が我が国の天皇という存在ですよね権力よりも上位にあるということになりますでそういうことがちゃんと本当にこの短い文章の中にぎゅっと凝縮されてるということなので、まあ、こうしてね国体の本義のコーナーで解説していく場合でもちゃんとこう部分部分こう切りながらねいきなり全体像教えてくれみたいな話になるかも分かんないけれども一つ一つの中からぜひ皆さんに日本っていう国の国柄っていうものの本質をね、そこにこうぜひ分かっていただきたいなというふうに思う次第でございます、はい、今日この国体の本義のまたとても大切なところを解説いただきました小薙先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。